ザンクトフィートは、ベルギーのリエージュ州に属する基礎自治体。アルファステグ、ミルスキート、アンドラー、アッツアート、ブライトフェルド、クロムバック、アイターボック、ガルハウゼン、ヒューム、ヒンダーハウゼン、フンナンゲ、ラマースワイラー、ネージンゲン、ニューブルック、ウンドーフ、ニーダーエメルズ、オブレメルズ、レヒト、ロドガン、ロドット、シュルアーバック、シェーンベルク、ゼッツ、 スタイナブルック、ボーリロード、ウェパラーの各町から構成されている。公用語はドイツ語で、ドイツ語共同体に属する9つの基礎自治体の一つである。ザンクトフィート・アルデンヌ高原とアイフェル高原の交差する地点に位置する。当地はベルギーのドイツ語公用圏であり、公用読みの発音をカタカナ表記した場合、最も近いものはザンクトフィートとなるが、 日本ではフランス語表記に基づいて3ビットと表記されていることがある。日本語で記述されている第二次世界大戦を扱った選手のうち、特に西暦2000年代以前のものではこの3ビットで表記されていることが多い。12世紀以来の重要な市場長で1350年には自治体として特権を授かった。1815年から プロイセン王国のラインラント州に属した。1917年には、リブラモンバストーニグビセ鉄道が敷かれ、重要な鉄道分岐点の地となった。第一次世界大戦後のベルサイユ条約により、ザンクトフィートは、オイペン、マルメディと共に、ベルギー王国へ併合された。イギリス空軍の爆撃機による攻撃を受ける、ザンクトフィート1940年5月10日。 ザンクトフィートを含むベルギー東部は侵攻してきたドイツ軍に占領され、ドイツ国のオストカントネ地方として併合された。1944年12月16日に始まったドイツ軍の陶器構成であるラインの守り作戦において、ザンクトフィートは重要な作戦目標となり、連合軍とドイツ軍との間で統治をめぐって激しい戦闘が行われた。地上戦のほか。 市外は爆撃を受け90%以上の建物が破壊されるか甚大な損傷を受け廃墟と化した。戦災からの復興には1960年代までかかった。現在は商業、観光、木材加工業が主産業となっている。第二次世界大戦後にザンクトフィートを通る鉄道路線は廃止された。現在、ワロン地域交通公社運営の ザンクトフィートイコールオイペン間のバス路線がある。ありがとうございます。